はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。今週末はトリプル XP ウィークエンド、すげえ混ざったな、まあ、EA プレイのね、EA プレイの協賛イベントということでトリプル XP ウィークエンドが開催されておりますので、レベル上げしていきましょう。そしてどうやらね、次のキャピタルシュプリマシーの舞台は、次のキャピタルシュプリマシーの舞台はどうやらここナーブ。めちゃめちゃいるな。どうやらここナーブーの夕暮れの通りが舞台のようですからね。この感じを見るとキャピタルは基本どうやらあれよね。お、やる。どうやら危なっ、くそー。どうやらキャピタルシュプリマシーはおそらくこのプリクエル時代以外は出さないっぽいですね。まあまあまあ、それはそれでいいんじゃない。逆祭か、そんな逆祭来てる。ちょっといい加減あれだね、逆祭見に行かないといいように撃たれるねこれ。まだ来てるでしょこれ。痛い。どうする、まだ撃ってくるぞあれ。危ない、まずい。やりますね、左固め打ちだね。これ固め打ちを食らってる流れでだいぶ厳しいは厳しいよね。すげえいるじゃん、すごいいるじゃんね。ナイス、モールナイス。これ上がりましょうか。ダメか、まだ撃たれるか。阻止してないね、撃たれすぎだね。それ抜けてないか、そうね。厳しそうね。ヴァンガード当たってんのか。どうするかね、これは。右は打たせなかったんだけどね。左かなり打ってきてるから、これはなかなかの強豪ですぞ、敵は。まあ、3分の1進むのに78まで消費してるのは正直苦しい。ちょっとこれ味方の飛行機にだけじゃ厳しいか。ちょっと次はヘビーで出て上もケアしますか。で必ず向こう左押ししてくるはずだから、ちょっと左だね、ちょっと左をケアしていきましょうか。やっぱ後ろから撃たれるな。準備よし。左をケアしているが逆に右パターン、ちょっとバンバンロケトルを動かしていこう。こう分断してるけど逆にこちらも分断しましょうか。嘘、マジかー。
打ち負けてないよね、打ち負けてないよね、うん、ちょ、俺の S5 も相当頑張ったと思いますよ、今。こっち近いじゃん、結構。一旦押し込んだか。一旦押し込んだけども、ただ、ここも、うちらも、あれだよね。真ん中、空洞化してるから、そこをどうするかって感じにはなってくるよね、ケアする。流れにならないと厳しいかもしれない。いってるね。なかなかいいね。オッケー。もう一枚逃がさんのか。え、こっちとかいけんの？いけないよね。繋がってないよね。さすがに無理だよね。いいね、逆に第2フェーズは押し込んだね。ああ、なるほど、なるほど。危ない、危ない、危ない、危ない。いいね、タンクいいね、タンクいいね。タンクいいっすね。少し押し戻したね。いや、結構序盤の展開は弱かったな。なかなか。敵の固め打ちね、結構右で固め打ちしてくるってパターンはあるんだけど、左は結構厳しかった感じするね。光ってんな。ナイス。俺がもたついてる間に、もたついてる間に、え、なんかすげえ勢いで吹っ飛んだんだけど、味方が。あれがいるよな、アークがいるよな、アークが。危ない危ない、アークが撃ってきてる。これバレるんだよな、この位置。くそ。この位置はバレるよな。さすがに厳しくなってきましたか。負ければスラップだ。タレット準備よし。バラージ結構いるんだよね。バラージが結構おるから。いる？まあ押し込んだね。こっからはそう簡単には打たせん流れに。作れてるね。作れてるのはでかい。あそこから打とうとしてる？やるな。やる！上も阻止していく。やりますね。もうあの位置拾わせんぞと。逆サイも見たいところ。オッケー。あばばばばば、うわー。敵とすれ違った。ちょすれ違った、すれ違った。いいね、第一ウェーブ以外は打たせないという流れは素晴らしい。左は多分拾えないね、もう。あそこの位置は拾えん。 OK、見事に切り返しましたね。いやー、キャピタルシップにまし、ここか。ビークル、結構重要になりそうだね。楽しみ、楽しみ。よし、このままいきましょう。大丈夫か？すげえ早くね。おーい、早くないか？死んじゃわないか？平気か？危ない危ない危ない。向き悪いな。何がいるそこ。オビワンか。走れ。モール。さすがに連打力は高え。相打ちか。惜しいね。やりますね。これかなり味方いい動きしてるな。あ、やばいでしょ、モール。ちょモール先輩。はい、
うわーサーマルですよね。サーマルですよね。ちょっとあれか、一旦。いや、もうちょっとポイント欲しいな。もうちょっとポイント欲しいわ。ボタン押しに行きますよ。ヒーローが一人減って、そっからどうなったかだよね。スパナキン倒してるね。長生きだね、意外と。押しましょうか。西のドアコントロールにアクセス。これだ。オッケーオッケー。まあ、これで少しプレッシャーかけれるはずなんで、反対側も下な。いいね。ただなんかすげえ投げ込まれてるな。いけー。バラージとか毒ガサきついな、これ。いいですね、味方。ナイスナイス、ありがてえありがてえっす。ちょっとバリアはないんで、このまま行こうかな。こっちの方が先に来そうだね。オッケー。ナイスオーバーライド。作成しましょうか。居残りがいるね。帰れなくなっている。結構正面を張られてる可能性があるな。大丈夫か。よし、行きましょう。なんかいるね。全然当たんないんだけど全然当たってないんだけど。なんかいない、そこその辺見えない。ステルスモード開始。ナイス。ほぼほぼ当たってないな、俺の弾。ただこれで、だいぶ敵は攻めてきそうだから。ここ窓から飛び降りたいけど、開いてないのか。あ、開いてないのか、こっち側。こっち側って開いてないんだ。今さら。今さらですね。うわわわわ、置かれてる。余ってはいない。まあ、ここら辺で使っていきましょうか、コマンドを。どうすか。うわ、めちゃめちゃいる。うわきついきつい。どうしようか。ちょっと巻いて、危ない危なかった。危ない危ない。うわー危ない。ホビワにやられてるか。厳しいね。さすがにここは一筋縄ではいかんか。なかなかいい感じでは来てたものの、置けてないな。置きたいんだけどな。置いて、置け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 。そう。ヨクザの間の確保を開始した。やりますね。いけるか。姉さん頼んだぜ。ただ、オビワンいたんだよなぁ。オビワンがいたと、恐怖はある。いたとの恐怖はある。オビワンがいた恐怖はあります。オビワンがいた恐怖はある。ほい、ほい。痛い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 。超痛い。痛い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 。危なっ。どうなってますか。かわされるっていうこの悲しみはあるよね。くそー、きついきつい。敵の位置もわからんし。うわーきつい。ゴリ押しされた。ただ無駄ではなかったぞ。無駄ではなかったが、逆に押し返されてるか。厳しい厳しい厳しい。
ってゴリ押しきついよな。いない。危ない危ない、切られる切られる、くそー、レトビってる、レトビってるぞ、うわー、レトビで全員処理された、くそー、いやきついな、すげえいる、そしてなんかこけてるし、多分もう一回チャンスをくれ、姉さんチャンス来ねえか、やべ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 、裏に入ろう、遠いな、なになになに、姉さん頼む、またオビワンいた気がするけども、急げ急げ急げ、まずい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 、誰か入って、あれないの、バリアバリアなかったっけ、今なんかすげえレトビっぽい音してる、痛い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 、どこだ、どういうことよ、きついきつい、グラスト毎回引っ張られるマジか、お手玉されてどうしようもない、マジアークトルーパー相手に無力すぎるんだが、アークトルーパー相手に無力すぎんよ、ちょっとあれか、マズマのセントリー置く場所悪かったかもしれん、もうちょっと押し込んでおいてもよかったかもしれんな、いや厳しいね、いや、グレなぁ。あれ、アークのグレもうちょっとなんとかしてほしいよな。さすがになんかね、自爆するとかさ、遠い距離に投げられないとかさ、もう少しデメリットくれよ。強すぎるだろ、あれ、メリットが。はい、というわけで。残念ながらファズマで活躍することはできませんでしたが。まあ、トリプル XP ボーナスはね、かなりレベル上げ。はかどると思いますので皆さん頑張ってみてください。というわけで今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。